はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。はい、今日はですね、デュエルマスターズの対戦動画やりたいと思いますね。はい、エイシンくんがジョーカーズデッキです。はい、あのジョーのジョーカーズを改造して完全にもうジョーカーズだね。もう非文明ではなしです。なしですね。で、私はキラのラビリンスを改造してメタリカデッキになってます。まあ中には、光の呪文も入ってるけど、ほとんどがメタリカですね。これで対戦していきたいと思います。はい、はい、最初はグッジョキンパイ。おお、負けた。スタート。お、いいね、いいね、いいね。この手札どうすればいいんですか。いいね。チャージエンド。チャージエンド。もうそういう。ドロップ。おっと、これ来ちゃった。あ、そこらチャージして。1マナ。1マナでカダブラ。はい。ターン。はい、ドロー。マーチャージ2マナ使ってやったるまーん。ターンエンド。絶対そうくるよね。最初はアンタップでドロー。最初はやっぱりやったり。うわ、ここでこれ来ちゃった。ちょっと待って。はい、2マナでターンエンドです。うん、アンタップ、ドロー。どうしよう、これどうしよう。いきなり笑い始めた。もういい、マナチャージタイム。うわー、来たよ。もったいない。もうこれしかチャージするのがない。あらー、こう来ちゃうの。はい、じゃあ3マナでモルゲン召喚。タイエンド。モルゲン。ドロー。マナチャージ。2マナ使ってザ・ラーメン。あれ、1マナでいいんだよ。おっやったね、まあ、あれだから。でジョニー支払って、はい、ザラーメン、ターンエンド、ターンエンド。やったらまでアタックもしないよね。うん、やったらもアタックしたくない。1、2、3、4、しょうがないね。はい、4マナ、ガンサイ、土の怒りガンサイ、ガンサイ。で、今は、シールドの数は同じだから、これはパワー3000でダブルブレーカーでもないです。うん、でモルゲンでアタックできる。モルゲンでアタックもちろんします。はい、1枚ブレイクしとこう。はい、しょうがない。モルゲンはね、タップしといた方がこうアタック先を曲げられるから、なるべくタップ、ね、どうしようかな。なんだ、どうすんのこれ。ターンエンドだよ。うん、アンタップしてドロー。マナチャージ、ザ・ラーメンでシードブレ。やめておこう。ターンエンドです。ターンエンドですか。確実にこれ破壊されるよ、モルゲンで。まあそうだよね。これ攻撃曲げしてカドブラ行くところだった。はい、危ねえ。どうしようかな。で、モルゲンでシールブレイク。ブレイク。はい、バリン。なし。はい、で、ガンサイがダブルブレイカーのパワー6000になってます。シールドが多くなってるから。ラビネスの効果発動で。本当だ。で、まだやめとくかな。ターンエンドです。はい、ドロー。マナチャージ。6マナあった。6万支払ってジョリーザ・ジョリー。うわ、来たよ。シークレット。シークレット来た。あーどー、しくった。あれ、なんかてしまったな。で、これだけだと思ってた。どれをブレイクすんの。じゃあね、ジョリーザ・ジョニーでカダブラとガンサイでこのシールド2つブレイクします。これをブレイクね。はい、これこれ、うん、トリガーない。はい、じゃあ大体決めていきます。ザ・ラーメンでブレイク。うわ、やばい。ボン。トリガーない。よし、ターンエンド。ターンエンド。攻めていくよ。攻めていくよ、もう次のターンから速攻に。はい、はい。で、2マナ使ってクリスタ召喚ですね。クリスタ。で、1マナ使ってカダブラ召喚。あ、カダブラ。そして3マナ使ってバーナイン召喚ですね。あー、バーナイン。で、あー、それ。まず最初にこれ出しておけばよかったんじゃない？今出たばっかりだから。今出たばっかりだから、うん、はい、じゃあもうモルゲンでしかアタックできない。あ、そっかそっか、最初に出しといてあれか、あの、そう、そうだね、しまったの。何やってんだパパ。確かにエイジン君の言うと、じゃあモルゲンでもうこいつアタックするしかないよ。そうだね、ザ・ラーメン破壊。破壊。はあ、このカード山札に入れておいてよかった。もうこいつ破壊できる。です。はい、じゃあアンタップしてドロー。
マナチャージして2マナ支払ってやったりマン。またやったりマン、うん、5マナ支払ってジョリーザジョニー。うわまたかよ。はい、じゃあまずジョリーザジョニーでマスターダブルモルゲンとカタブラでこの2つ。あ、なんだ、うわ、やな、終わったじゃん。バリバリない。ジョイザジョニーシークレットバージョンでダイレクトアタック。あ早かったな。テフさんにも1枚もう1枚やった。え、まあ、なんでそんな。だってしかもマナに入ったんでしょ。じゃあもこのマナはもうじゃあ手持ちのジョイザジョニー全部出たんだ。うん、全部出ちゃった。もう一回やろう。うん、最初はグッジャンケンポイ。よし、せーの、デュエルマスタート。おおおおノー、ここで来るか。うん、これはいいかも、はい、ターンエンド。え、何ルドルコでターンエンド。ルドルコね、マナチャージです。じゃあ1マナ払ってジュジュジュジョーカーズ、はい、おなじみジョ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 ーカー。来るなよジョニー。ごめん、来ちゃった。うわー、シークレットバージョン。ボーン、ターンエンドです。はい、ターンエンド。ハンタップ、ドロー、チャージ、2万支払ってやったりまーす。ゾロメン。ほう、ゾロメンか。タイムです。クリスタありませんか。おお、今の戻してドロー。あれ、これきついな。ターンエンド、同じような展開だな。けどエイちゃんの方が1個上回ってるよ。そうっすか。こっちじゃラーメン。はい、ドゥーン。3マナ払ってモルゲン。イエーイ。ターンエンド。ターンエンド。はい。まさかのアンダータートルマナチャージしました。これどうしようか。じゃあマナチャージ。4マナ。バッテン親父。あ、バッテン久しぶり。じゃあターンエンド。ターンエンド。全くそこなの。うん。これはきついな。よし。じゃあこうするしかない。4マナ払って、あ、ワンダータトルもやった。ストップチャージャー、相手のクリーチャー1体レビタップする。バッテンエージタップです。さらにチャージャーですので、レンジモン取られた後墓地にをかかり自分のマナゾーンへ。じゃあもうモルゲンでバッテンエージ破壊でしょ。もちろんです。モルゲンエージでバッテン破壊。モルゲンオヤジマジでた。ターンエンドです。はい、あ、でもモルゲンオヤジ。モルゲンオヤジ。なんかゴーサ。珍しいな、チャージエンド。お、チャージエンドアップ。あん、ターンエンドだよね。うん。はい、お、もうこんな溜まってましたか。じゃあ、2567来た。来た、アサラーム。うわ、5枚。はい、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のシールドを数える。10枚。それと同じ枚数のカードを自分の山札の上から表向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置く。はい、10枚。ドゥ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 。やった、久しぶりの展開。うわ、やばい。で、モルゲンでそこでタップしておきたいのでアタックしておきましょう。はい、バリーン、なし。なし、うん、よし、ターンエンドです。はい、じゃあドロー。マナチャージ、2マナ支払ってやったレモン。あ、来た。じゃあラーメンでブレイク。はい、モルゲンにします。モルゲン、ボーン。ターンエンドです。シールドブレイクはできませんでした。ターンエンドです。アンタップしてドロー。マナチャージせずに6マナ使って焦点をモルゲンに進化。あ、ネオ進化クリーチャーになった。はい、この子をタップしてブレイク。はい、ブレイク、バリーなしで、アサラームでダブルブレイク。はい、ボリボリーなしなしなし、うん、ターンエンドです。
タイムだけど、相手のターンの初めにこのクリーチャーがタップしていたら、光のコスト8以下の進化でないクリーチャーを1体自分の手札からバトルゾーンにタップして出してもいい。モルゲンタップして出します。はい、じゃあアンタップしてドロー、マナチャージ6マナ使って、ジョリーザ・ジョニー・シークレット。はい、はい、で、さらに1マナしかない、1マナ使ってジョ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 ーカーズ。あ、はい、1、2、3、4、洗脳、うん、はい、私も大体に攻めていこう。ジョリーザ・ジョニーでマスターダブルブレイク、焦点アサラーム、シールドブレイク、はい、モルゲンで攻撃先をこちらに変更、ボーン、アサラームをなしにします。じゃあ焦点とモルゲン、うん、ブレイクして、モルゲン、モルゲン、焦点だ。で、この2枚、うん、はい、シールドトリガー発動、ジャストラビニス。あ、来た。自分のクリーチャーを好きな数タップしてもよい。自分のタップしているクリーチャー1枚につき1枚カードを引くだから、パパカード1枚引いていいんだね、うん、で、これは呪文なので消えます。タップではないね、うん、ターンエンドです。ターンエンド、うん、やったらまで攻撃しないのね、うん、はい、ダイミンキューバのワンダータートルでチャージしちゃっただっけ、さっきワンダータートルは、マナタードをチャージしちゃった。3マナ払ってモルゲン召喚、アサラームで、そうだね、一応ブレイクしとこう。バリーなしなし、うん、タイエンドです、うん、アンタップドロー、どうしよっかな。8マナでは3マナ使ってで、洗脳、あ、2マナだ、2マナ使って洗脳、洗脳、うん、相手は自身のターン中召喚以外の方法でクリーチャーをバトルゾーンに出せない、ただなし禁止。わかりました。そしてまだあと6マナ、シールドトリガーが使えなくなったんだね、うん、はい、5、6マナ使ってジョリーザ・ジョニー。また来た。じゃあね、まあ、これはこれ自動的に2枚破壊だな、うん、じゃあもうジョリザジョニーで、あとこの2つ、はい、ターン、ない、ないです。はい、ジョリザジョニーでダブルブレイク、こいつ、これ、うん、ないです。やったれマンでワンブレイク、うわ、ちょっと待って、ない、ターンエンド、うわ、ちょっと待って、追い詰めました。6マナ、うん、で、白夜、白夜スピードアタッカーじゃない、その前にシールド1枚ついたね、うん、2マナ使ってクリスタ召喚、うん、ターンエンドですか、ターンエンドです。はい、ワンタップとりあえずシール、あ、ダメじゃん、8、ドロー、マナチャージ、3マナ使って洗脳、洗脳、あ、2マナだ、4マナ使って超特急、3マナ使ってバッテンオヤジ、はい、洗脳、洗脳、あ、こいつはいける、洗脳、洗脳、バッテンオヤジはここで、このクリーチャーはバトルゾーンに出たターン相手プレイヤーをアタックできる、このクリーチャーは可能なら毎ターン相手プレイヤーをアタックする、バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーが合計2枚以上あれば、ある、あれば、このクリーチャーのパワープラス3000し、ダブルブレイカーを与え、あ、ダブルブレイカーを与える、ダブルブレイカーを持つクリーチャーはシールド2つブレイクする、じゃあまず超特急でシールドダブルブレイク、こんな時にない、ジョリーザジョニーでダブルブレイク、あ、トリガーあった、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、バトルゾーンにある自分のクリーチャー1体につき、相手のクリーチャー1体タップします。つまり3体タップ、この子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 、よし、え、待って、ゼロ、シールド、シールドゼロだよ、この子たちはまだあれでしょ、召喚幼虫でしょ、召喚幼虫だよね、うん、ターンエンド、よし、うわー、ああ、よかった、
あー、よかった。まあ1回の攻撃はこいつでダメになるよ。7番のね、ノバルティアメイズ、相手のクリーチャーすべてタップします。うわー、もう負けたな。でも白夜でも誰か一つアタックしてクリスタル、ルドルコでも、あん、あ、そっかそっか。そして白夜でやったりマンなどアタックしてもう抑えるしかない。まあ、一応なんかクリスタルやったりマンブラ、うん、赤い、まあいいや、ダイレクトアタック、ボーン、ようやく勝った。確か6勝負してると思うんだ。6勝はしない、4勝1敗だった結局。4勝、まあ動画内では多分かなりカットしてると思うけど、もしかしたら別の動画で出すかもしれないですね。はい、ということで今回はデュエルマスターズの対戦動画をやってみました。私がメタリカで演じているのがジョーカーズでしたね。はい、ジョリザ・ジョニーの圧倒的パワーを見せつけられたって感じだったな、うん、強かったですね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もよろしくね。おー、ということで今回以上でございます。バイバーイ。